はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、前回に引き続いてキューポスケットプティット柄、ボリューム2、はい、こちらをね、はい、まず、かまど炭治郎で、はしびら伊之助で、富岡さん、三岡義勇、はい、こちらの3つをね、開封して、見ていきたいと思います。では早速ね、開封して、組み立てた状態見ていきましょう。はい、組み立て終わりました。ではね、早速炭治郎から見ていきたいと思います。こちら、火の神前回と違いね、鬼殺隊のね、服着てるんでかっこいいですね。で、禰豆子を背負ってる、この箱もね、忠実に再現されてますね。で、なぜか、支柱が、今回ついてます。あの、頭を支える支柱ですね。はい、あ、おそらく頭が重いんで、後ろに、グイッていかないようにかな。はい、顔、はい、変わらずできいなこの顔、このフィギュアは。細部までほんとよくできてる。この額のね、あざとかもすごいよく再現されてるし、いや、ほんとできいいな。いや、素晴らしいよね。続いて伊之助、はい、こちら、ごめんね、弱くて。はい、伊之助に関しては可愛くはないんですけれどいや、まあまあ個人の感想ですけどね、うん、まあこれをよくあのキューポスケットにしたなっていうね。まあ小、まあ一応ね、主力メンバーの一人なんでね、はい、まあ、これだけしないわけにはいかないからね、うん、いやー、でもよくできてるな、これも。これもね、補助パーツがついてますね。この後ろに頭を固定するね。この伊之助の日輪刀もね、ギザギザがよく再現されてますね。いや、素晴らしいよな。いや、これはいい、ほんといいシリーズだな。はい、で、ここで、ラスト、富岡義勇、はい、こちら、俺は嫌われてない。もう富岡さんはね、これはもう素晴らしいね。もう推しだからっていうんじゃなくて、もうなんだろう、もう完璧。可愛いし、かっこいい。顔はかっこいいですよ。いや、もうこの顔がもう可愛い。
この構えを取ろうとしてる感じとかがすごいかっこいいしね。この台風の感じもね、これもこう風にたなびく感じですごいかっこいい。これこう流れるような感じ、後ろで言ってね、こう流れる感じ、すっごい再現度が高い。いやこれはいいな、これ。いやこれはね、本当コレクションのしがいがありますね、このシリーズね。手のひらサイズだしね、かわいいし、これたまらんね、女の子にしてみたらね。いやこれはいい。はい、といったね、3体を、今回はご紹介させていただきました。はい、一応ね、今回のラストも、回転台座に、回しながらね、いろいろな角度から、見てお別れしたいと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。